Baby Bus. Hi. ここを登録してね。午前中は全然売れなかったな。物を売るのは本当に大変だ。福のパパの食堂？ご飯でも食べるか。ただいま1対1の同点です。次の対決を続けます。クッキングコンテストだ。ミュウミュウもいる。ちょうどよかった。ミュウミュウが勝ったらいいな。審判、オーブンが故障しました。見てください、ケーキが丸焦げです。故障だって？オーブンはこれしかないのに、他の方法を探さないとジャンジャンの勝ちだ。ミュウミュウ、僕が手伝うよ。不思議なオーブンだよ。どんな料理でもこれで3秒チンすれば美味しい料理に早変わりするんだ。でも使い方がわからないわ。僕が教えてあげる。はい。じゃじゃーん、美味しい雲の綿飴だよ。うわっ、えい。うわー、本当に美味しい綿飴だね。にゃんにゃん。それからこの丸焦げのケーキを3秒だけチンすると、3、2、1、じゃじゃーん。うわ、本当に不思議なオーブンだね。ただいまの結果は2対1でミュウミュウが勝ってるね。やったー。次の料理は炒め物です。ジャンジャン選手は煙のせいで苦しそうです。ミュウミュウ選手はどんな様子でしょうか？息ができないよ。僕に任せて。不思議なフライパンだよ。えい。はい。自動的に炒めて。煙も出ない。だから料理を台無しにすることもないし、材料を少しだけ入れてもものすごくたくさんの料理ができるんだ。わあ、とっても美味しそうだね。本当に不思議なフライパンだ。ミュウミュウの勝ちだ。不思議な鍋もあるよ。うわあ、本当に美味しそうだ。大きな器でくれ。社長さんも美味しいスープをどうぞ。そんなに美味しいならもっと大きな器でくれ。うわうわあ、素晴らしい素晴らしい、本当に美味しい。ミュウミュウの勝ち。ただいま4対1でミュウミュウが勝ってます。ケーキもあるし、炒め物もあるし、スープもあるから、今度は新鮮なジュースを作りましょう。違う違う。出口が下で入り口が上でなくちゃ。もう一度組み立てなきゃ。時間がないわ。よし、じゃあフルーツサラダにしよう。本当は果物をジュースにするんだけど、逆さまになってるから
ジュースを入れて果物の形にしよう。そんなことできるの？もちろんさ。社長さん、ミックスフルーツジュースをください。いっ、わあ、ちゃ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 ん。わあ、うん、ふう、ゆう、わあ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 。ただいまの点数5対1。はい。うん、本当に驚きだ。結果を発表します。今日の優勝者は。そんなのおかしいよ。作ったのはミュウミュウじゃなくてキキだ。それにキキは参加者じゃないから優勝したことにならないよ。ジャンジャンが正しい。キキは参加者じゃないから優勝者にはなれない。ミュウミュウごめん。手伝おうと思ったのに、かえって迷惑かけちゃって。大丈夫。優勝はできなかったけど、不思議な調理道具のおかげで楽しかったわ。私に売ってくれない？本当？僕の初めてのお客さんだよ。うちの食堂にも1セットくれ。私も1セット。うわぁ、うん、俺が先だよ。キキの調理道具は全部俺が買うよ。わぁ、売れた、全部売れたぞ。やったー、イエイ。服が巨大ハンバーガーになったよ。フィッシュバーガーは服の大好物。毎日毎日食べても飽きません。パパに食べるなと言われて怒って口を尖らせます。誰が何と言っても食べる。フィッシュバーガーを食べるんだ。でも服は野菜を食べません。野菜という野菜は全部嫌いなんです。パパに野菜を食べなさいと言われるとお腹をぐっと掴んで腹を立てます。誰が何と言っても絶対に食べない。野菜なんて大嫌い。野菜を見向きもしないでフィッシュバーガーだけを食べていた服のお腹はだんだん大きく膨らんで、とうとう巨大なハンバーガーのようになってしまいました。その上、服の体からはハンバーガーの匂いがプンプンします。服が道を歩いていると、キツネが近づいてきてよだれを流しながら話しかけます。うわぁ、本当に大きくて美味しそうなハンバーガーだな。一口食べてみよう。違う、違うよ。僕はハンバーガーなんかじゃない。口をあんぐり開けたキツネを見て、フクはびっくり仰天して逃げ出しました。待て、待てったら、ハンバーガー止まれ。キツネがフクの後を追いかけてきます。フクの方がすばしっこいようです。走って走って力いっぱい走っていると、クマのおじさんに会いました。クマのおじさん、助けてください。キツネが僕のことを食べようと追いかけてくるんです。クマは丸々太った服を見てこう言います。うわぁ、本当に大きくて美味しそうなハンバーガーだな。蜂蜜を塗って食べたらとても美味しいに違いない。クマは振り返ると蜂蜜の壺を取りに行きました。クマの話を聞いた服はとても怖くなってまた走り始めました。クマも服を捕まえようと走ります。待て、待てたら、ハンバーガー止まれ。キツネとクマが服の後にぴったりついて追いかけます。服の方がすばしっこいですね。走って走って力いっぱい走っていくと、今度は子犬に会いました。
子犬さん、子犬さん、ちょっと助けて。キツネとクマが僕のことを食べようと追いかけてくるんだ。子犬のリーダーは服に近づくとクンクンと匂いを嗅ぎます。うわ、本当に大きくて美味しそうなハンバーガーだな。みんなで一緒に分けて食べよう。子犬たちがぐるっと囲みました。その瞬間、服はとっても怖くなって光の速度で走り始めました。子犬たちまで服の後を追いかけてきます。待て待てったら、ハンバーガー止まれ。キツネ、クマ、そして子犬たちが服の後にぴったりついて追いかけてきます。服の方がすばしっこいですね。走って走って力いっぱい走ると危機に遭いました。キキ、早く助けて。キツネとクマと子犬たちが僕のことを食べようと追いかけてくるんだ。さすがのキキももう少しで服だとは気づかないところでした。ブクブクに太ってしまった服、それに体中からハンバーガーの匂いがプンプンして、本当にハンバーガーみたいです。心配ないよ。服、服、でも服の体からハンバーガーの匂いがプンプンするね。早く野菜を食べた方がいい。キキは服をすぐにグルメ街にあるサラダバーに連れて行って野菜サラダを注文しました。野菜を食べるのは本当に嫌でしたが、キツネやクマ、子犬たちが近くまで来たのを見た服は慌てて野菜サラダを食べました。するとキツネ、クマ、子犬たちは通りを一周するとそのまま立ち去ってしまいました。服はもう大喜びです。うわ、キキ、僕に気づかなかった。服はむしゃむしゃと野菜サラダをきれいに平らげました。すると体中からプンプン匂っていたハンバーガーの匂いも消えてなくなりました。うわ、なんて新鮮なんだ、野菜がこんなに美味しいなんて。そうだろう。夜になって家に帰った服はパパにフィッシュバーガーの代わりに魚料理を食べると話したそうです。みんなを呼びましょうね。ご飯食べるわよ。はい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 。みんな召し上がれ。あら、ティミー、野菜も食べなさい。僕野菜嫌い。野菜を食べないと体が強くならないわよ。そうだよ、僕は野菜が一番好き。みんなご飯の時間だよ。僕は野菜が大好き。人参、人参、もぐもぐしっかり食べよう。野菜食べて体元気。人参とっても美味しい。ブロッコリーください。みんなご飯の時間
ないで食べる。みんな、ご飯の時間よ。キキとお友達を呼んできて。キキ、フク、モモ、ご飯よ。ご飯食べよう。今日のご飯は何かな。トウモロコシと人参炒め、ジャガイモとピーマン炒め、トマトの卵とじ、牛乳、魚のフライとご飯よ。それから今日の朝僕が取ってきた新鮮な果物。わあ、とっても美味しそう。白ウサギ、長い耳をぴょーっと立てて、人参と野菜が大好きな、ぴょんぴょん跳ねてとっても可愛い。ああ、人参とピーマンは嫌い。トマトも嫌い。僕、好き嫌いしたら体に悪いわよ。魚のフライだけ食べるよ。僕、トマトも本当に美味しいよ。そうよ、福、私の話を聞いて。僕は好き嫌いが激しいわね。どうしたらいいの？トゥトゥ呼ぼう。ベリーバース、トゥ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 、アブラカタブラ、じゃじゃん。僕を呼んだかい？うわぁ、ごちそうだね。おう、トウモロコシと人参炒め、ジャガイモとピーマン炒め、トマトの卵たち、それにリンゴ、ブドウ、ご飯もあるよ。でも、フクが人参もピーマンもトマトも食べないの。ここに人参、ピーマン、トマトはないよ。これ、人参じゃない？実はこれは月にあったタンフルなんだ。月にあったタンフル？そう、タンフルが月から遠く離れた地球にまで降りてきたんだ。月にあったタンフルだって？どんな味か食べてみや。甘くて美味しい。わあ、本当にだ。みんな、好き嫌いしちゃダメだよ。すべての食べ物は大自然が私たちにくれた贈り物なんだ。何でもよく食べたら健康になれるよ。